メリッサ・グレゴリーはアメリカ出身の女性フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピックアイスダンスアメリカ代表。パートナーはデニス・ペチュホフ。イリノイ州クック郡のハイランドパークに生まれた。父親はカソリック教徒で母親はユダヤ教徒だった。7歳でスケートを始めた。ジュニア時代にはジェームズ・シュフォードとカップルを組み。 1998年、全米選手権、ジュニアクラスで優勝するまでになった。1998から1999年シーズンには ISU ジュニアグランプリに参戦し、1999年、世界ジュニア選手権にも出場を果たしたが解散に至った。2000年、パートナーを探していたデニス・ペチコフとインターネットで知り合いカップルを結成し、 2001年2月にはパートナーのデニス・ペチホフと結婚。2002から2003年シーズンから ISU グランプリシリーズに参戦を果たした。2005年2月、パートナーのデニス・ペチホフがアメリカ市民権を取得。翌2006年全米選手権で2位となり取りのオリンピック代表に選出された。鳥のオリンピックではコンパルソリーダンスで15位。 オリジナルダンスとフリーダンスでは14位となり、総合14位に終わった。2007から2008年シーズン、初戦となったスケートカナダで、フリーダンスでのリフトの練習中に落下しそのまま棄権。次戦は、ロシア杯への出場を予定していたが欠場し、2008年、全米選手権への出場も見送られた。引退後は、夫の性の女性系をつけて、 メリッサ・グレゴリー・ペチャホーバと名乗っている。ありがとうございます。